それがまあ次のやっぱりそのリーマンから、ね、始まって、まあその後次の節目やっぱり震災ですね。災時期です災時ですね。ね。もうあれが完全もう次のレールに切り替わったっていう。あの時は何を一番感じられたんですか？いや、あの時はそれこそ僕はたまたま、もう、まあ、タイミングよく、そのサラリーマンは、2ヶ月前に辞めてたん2ヶ月で、前もうに。プータローだったんですよ。運よくプータローだったんで、ベビーカーを、もう子供が3ヶ月だったので、ベビーカーを押しながら渋谷を歩いて歩いてて。たんですよ。もう平日にもう、プータローでなんで。そうしたら、まあ、渋谷も結構、外すごい揺れたんで、あれで、まあ、僕はなんか最初地震起きた時に東京直下もう来ると思ってたんで先に。それは何ですか、その情報とかじゃなくて、その自分の中から。まあ一つは情報ですね。いろんなやっぱりなんか情報の中からもう東京直下がいつ起こってもおかしくないっていうのもあったんで、東京直下型地震がついに来た。もう場合によってはそのもう火付き心理で言われているような、もう世の中がどんどんこう動いちゃって、全部が壊れていくような、いよいよ来ちゃったんだって最初思ったぐらい、間に合わなかったと思ってました、最初の感覚とし自て。分のやり方。なんかそう、いろいろ人々を導いていったりとか、まあ、自分もこういうことをやろうと思ったけど、間に合わないで、ついに崩壊が始まっちゃったのかなって最初思っちゃったぐらい。まあ、結果的にね、それは東日本大震災っていう形で、また全然違った意味を持ってはいたんですけども、最初はまあ、本当そういう、まあ、小さく言えば小さくないですけどね、その首都直下型の大きな変化か、もしくは本当世界全体がもう壊れていく序章がもう始まったのかって思うような、そんな印象を受けたのが3.11だったんですけど、中がこうやっぱり揺さぶられたんいでや、すね。相当揺さぶられて、まあ、当然帰れなくなっちゃったんで、その日は。で、まあ、自分一人でいたら別にサバイバルとか大好きなんで全然気にしないんですけどね。なんていうか、その3ヶ月の赤ん坊を抱きながらこのサバイバルを、一夜を過ごすっていうのが、リアルですすね。ごいなんか、考えさせることが一晩中あって、だって、もしもこれがかなりのピッチで世界崩壊につながるような幕開けだとしたら、この子は何のために生まれてきたんとだかろうっね、ていうそう、もう本当ね。そうですね。で、その原発の、ね、あれもあったし、まあ、そう、まずはでも地震と津波ですよね。あの映像を一応、その避難っていうかね、避難所みたいなところにちょっといながら一晩、滞在させてもらったんで、そこで映像を見ながらずっとぼーっとしてましたね、本当。何が、まあ、僕、仙台出身なんで、まあ、親戚もいますし、本当東北に関してやっぱそれなりの思いもあったんでね、結構いろいろ考えさせられましたね、その一晩赤ちゃんを抱きながら何が自分にはできるんだろうとか、っていうか何をしないといけないんだろうっていうのを本当考えさせられて、ずっと自分と 赤ちゃんを抱きながら自分との対話をずっと一晩中繰り返してて、その時に本当意識がかなり変わってって、もうここで動こうと思ったんですか？ここに行っちゃいけないっていうような感覚が、何やってんだろうっていうのはもう自然に湧いてきて、湧いてきてもまだでも頭の中ではその離れようとか行動を起こそうっていうところまで、何をしたらいいかまだ分かんなかったんですけど、いいところに、そのよくはないですけど、そのボーンと今度原発が月曜日にいやね。行ったのを見て、でたまたまなんかそこからもうメルトダウンしてますっていう情報がなんか入ってきたんですよね、僕のところには。それで、もう赤ちゃんいるんでね、逃げた方がいいですよっていうちょっとアドバイスをいただいたので、もうこれはと思って、何も考えずにもうそのまま山に逃げていったっていう感じですね。いや、ああいう時ほど、情報は統制されるそうですじゃないでね。すか。だから、
本当に今何が起こっていて、自分はどういうふうに動いたらいいのかっていうのを問われる瞬間ですよね。そうですね。もう、まあダブルでしたね。だから震災と原発っていう両方がいろんな意味で自分の中で引き金っていうか後押しになって、本当にそこから本当ガラッと意識も活動も変わって、で、国に対しても不信感を抱いたんで、まあだからそのメルトダウンっていうのは確かに正しかったんですね。一応2ヶ月後には政府も発表してたんで、はい、一応僕に入ってきた情報は正しかったんだなと思いつつ、でもそこの言われたところからは絶対にブログとかには出さないでくださいというような条件がついて、その情報、うん、でとにかくあなたでも逃げた方がいいですと、でメールダウンはしてるんですけど、そのこれはこう表しちゃいけませんっていうような一応お約束でいただいた情報ではあったんですけど、それもでもなんか我慢できなくなっちゃってすぐ公表してしまってでも誰も最初身近な人ほど信じてくれませんでしたけどね、それは、うん、でもそれはネットの中にもばらまいちゃったんで、結構それが注目はされててですね、そこからそのブログとかも急速に何十倍っていう規模にその読者が拡大していったという感じなんで、まあそういう意味では僕自身の生き方も変わったんですけども、その影響力っていうのもそこが突然爆発したんですよ。311でドーンとなんあのブログはみたいな感じになっちゃって、で僕もその原発の情報とかいろんなのも入ってくるの全部流しちゃったんで、その当時で国からも狙われて、サイバーパトロールからも怒られて、まあそういうなんていうか動きが実際にあったんですか？あったんですよ。その警視庁の方から、その政府の出してる見解と違う情報発信をしないでくださいっていうような、それはまあ柔らかくですか？柔らかく、最初は初めは柔らかく、柔らかくして、はいはい、まあ、無視しましたけど、無視して、やってましたけども、まあ、結局まあすぐメルトダウンとかもなったんでね、大ごとにはならなかったんですけども、こういうことされるんだっていうぐらい連絡があったりとかありましたね。まあ、なんかその辺からもう僕はあの時本当に非常事態だと、国家危機というかもう本当世の中の非常事態だと思ってたんで、もうそんなルールも全くでもないと思ってね、本当やってましたね。当時はちょっと命がけっていうほどでもないんですけど、もうとりあえず今はみんなちょっと日本も含めてねやばいからっていうので、本当にあの時はなんかやってましたけどね。あれがまあどちらにしても起こってしまった出来事の受け取り方っていうのはまた違う層の話として、大江さんがやっぱりいち早く人災の可能性に言及されたじゃないですかね。あの辺もやっぱり情報はそうですね、それもかなりバッシングされましたけども、一応人災的なこととかいろんなことも、発信してましたね。まあ、そうまあね、いろんな意味があって起こったことだとは思うんですけどね。まあ一つそういうなんていうか本当のことを言うことで、バッシングを受けるお役目ってあるじゃないですか、そこに関しては大江さんはもう全然へちゃらって感じ？その時はそうでしたね、でも今はちょっと違いますけどね、あんまりそう、そういうエネルギーも受けたくないし、あんま対立するのももともと好きではないんでね、そのバッシングされる、まあ、別にそれが気にしないって人もいる、僕でも普段は気にする方なんで、あんまりなので、あんまりだからそう誰かを批判することもしないし、決めつけた概念を植え付けようとするとやっぱ、反発するものも来るんで、今はしないですけど、当時はまあ結構まだ若かったのもあって気にせずにどんどんやってましたけどね。ね、やんちゃ私もしましたよね。卓銀
が崩壊していく過程で、うん、やっぱりその北海道の経済に対して宅林がどんな動きをしてるかっていうようなことが情報として入ってきた時に、私たちはもうヘッジファンドの世界だったんで、うん、ある意味でその普通の意識の動かし方で世論を変えたところで、それを抑え込む力の方がはるかに強いから、黙ってそのまあお金っていう武器を使ってできることをやった方がこれ早いわって思ったことがあったんですよ。その頃ちょうどシンガポールとニューヨークに非常にやんちゃな友達がいて、まあ、言ってみると、ものすごい勢いで空売りをかけたんですね。で、まあ、50円以下に株価が下がると誰もが倒産というものを意識するようになるので売りが売りを呼ぶっていう、でそういうようなことをやってる最中も、やっぱり関東財務局からとか、香港の一般の証券会社ですから、日本の証券を取引するシートっていう権利がないので、日本の大手の証券会社の香港の出店、まあ、もしくはその海外のリーマンブラザーズのような証券会社の、香港支店を通じて、注文出すんですね。でもどの証券会社からもやっぱりそのあれは誰がやってるんだっていうのが、話になりましたし、現実問題その、私の友達とかは逮捕に及んだりとか、そんなようなことが実際にあった中で、ああ本当にこれは茶番だなっていうふうに思いましたけども、そのどういうふうにそのどういうような表現とか行動を持ってその人々の意識に、まあ、ある意味でこう火をつけながら、その目覚めに向けた意識の変容っていうのを起こしていけるんだろうっていうようなことは考えましたけど、やっぱりこれ目覚めるっていうことに関して人々の思ってるイメージが本当に100人100用っていうか、1000人専用っていうか、だからこうなったら目覚めてるっていう、それが限りなくその自己欲求を満たすために近いような目覚めを、目覚めたって信じてる人も多いんだなっていうところにも同時に気がつくようになるし、本当に目覚めると、例えば本当に自分が目覚めた時、目覚めようと思って行動した時には必ずしも自分にとって有益なその変化だけが起こるんじゃないっていうことは、そこでまあ身を削るというか、そういうことしないと目覚めってのは起こんないんだなっていうようなところは感じたことがあるんですけど、その辺はどうですか、やっぱりこうね、太平さんの記事ブログを読んで、ここに行けば真実に出会えるかもしれないっていうことでこうみんながこう見る、で実際に目覚めのきっかけになる人、もしくはその行動を変容させるきっかけになる人っていうのは少なくなかったんじゃないかなと思いますけど、じゃあそれらの人々が本当に目覚めてるかっていうようなところに関して、だから結局最初は発信活動だけ で、読者の方がいてっていう、本当それだけの世界だったので、僕誰が読んでるかも分からないし、その人たちはどう感じてるかもあんまり結局反応も分かんなかったんで、人はどんどん増えていったんで、多くの人には見ていただいたんで、それはそれでまあ良かったんですけどね、その実際に今今度本を書いたりとか、そういう、ね、執筆の方になってって、で講演会とかでちょっと表に出たりとか、なんかイベントに出たりすることで、その実際読んでくれた人たちと顔合わせる、
機会が増えてきて、それはでもそれでよかったんです。あ、こういう人たちがいたんだっていうところで、それをでも続けていく中であんまりでもそこに意味を僕の中で感じなくなってきてしまってですね、まあ本当にいろんな価値観を持っている方がいるんで、それ自体は別にいいんですけれども、でもこれって意味あるのかなと僕ただ発信してそこに行っちゃうとつらちょっとでもなんかある意味で少し空虚な面もありますよね。本当にもうあれっていう感じで、別にこれでなんかお金儲けたいわけでもないし、本当にみんなが自分の道を見つけて、ね、自分を生きて目覚めることを望んでるんだけども、正直依存しちゃうケースもあるんですよね。その僕とか依存っていうか、まあ、例えば場合によってはもう僕のことを、救世主のように扱って、はい、この人についていけば何とかしてくれるんじゃないかみたいな、ね、はい、依存のエネルギーもすごいやっぱり中には感じる割合も増えてきて、うん、これなんかちょっと違うなっていう、これミスリードっていうかですね、違う方向にこれは行っちゃうなっていう自分の活動も、その辺じゃ悪いわけじゃなくて、ええ、そういう要素が自分の中にもあるんだとしたらそれはまずいなっていうところもあったりとかして、うんうん、そこはちょっと最初の次のステップですね。ただこう発信してって、ね、人々の目覚めのきっかけになればっていうところだったんですけど、まあ、それでなんか、ね、みんな孤独だった人たちが、あ、なんかここに仲間がいるかもしれないという形でこう集まってきてくれたところまでは良かったん でそこででもただこう情報をただ、ね、発信しているだけの関係では何もこれ世の中変わんないなと、うん、意味ないなと思ったんで、そこからやっぱりちょっとコミュニティとか現実をちゃんと作っていかないといけないなっていうところに次シフトしてるんですね。それがいつぐらいですか？それがでもそれがでもやっぱりその場所が結局最初なかったんで、あ、それが八ヶ岳だって思ったのが2012年までは河口湖にいたんですけど、僕、そこの頃はまだ自給自足をまず自分ができるようにしようってことで2年間はきっちり自然栽培の農業を学んでた時だったんで、311のことがあって、そうですね、その河口湖に移って、そうですね、農業をまず僕は自分でまず、自立しなきゃいけないっていうところからで、畑とか田んぼをやり始めたんですけども、で2012年から同時にその河口湖に行った頃から執筆が始まって、そのブログとは別で、寄稿させていただいたりとか、本、最終的に本になっていったり、そうですね、で2013年の春ぐらいからちょっとお話とかを講演会とかもするようになっていって、その頃からちょっとまあいろいろ違和感感じていって、で八ヶ岳に来てからですね、やっぱり2013年に夏に八ヶ岳に来たんですけども、はい、八ヶ岳に来て、ここでまあ最初この森を買ったんですけども、この森の中でこういろいろビジョンを感じていくうちに、やっぱりそのコミュニティの形とかそういうものがだん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 しっくりしてきたりとか、八ヶ岳にいる人々がすごい素敵な人たちが多かったので、だんだんそういうところからコミュニティのイメージが湧いてきたのが、そのやっぱり八ヶ岳って場所に突然未来が見えたっていうのがありましたね。2013年、まだ昔のペンションの、そうですね、はい、あの頃ですね、その1年後ぐらいですもんね。そうです ね2014年の下旬でしたか ね、 すね、磯さんとお会いする、本当1年ぐらい前からもうちょっとこう仲間を増やしていってっていう感じ、それまでほとんど本当仕事にしろ何しろ本当身内だけでやってたようなものだったので、その辺からですね、八ヶ岳っていうのはやっぱ僕の中のまた次なる大転機でしたね、今もそのレールにいますけども、